皆さんこんにちは、こんばんは。今回は机の上のクレヨンしんちゃん2のガシャパンを回してきました。これはこの新しいね、映画とのコラボなのかな。ここにロゴが入ってます。これ1回300円でちょっとお高めのガチャです。でも今はね、300円のガチャが結構出てるからね、当たり前になってきたね。で、ラインナップがね、いろんなところで寝れるおやすみしんちゃん、布団は取り外し可能。2番がアクション仮面、本を支えて見える。3番マサオくん、なんで裸んぼなんだろう、パンツ一丁で、はぁ、なんか恥ずかしい格好してるね。物を受け止めて見える。なんかね、すごい顔だね。はい、出た。4番ブリブリザイモン、ペンが乗せられるおけつに。で、5番がトッペママペット、いろんなところに座れる。なんかこれはね、前いた映画のキャラらしいね。で、全部で5種類になってます。で、しんちゃんが欲しくて、しんちゃんが出るまで回そうと思って回した結果ですね、まず出ました、ブリブリダイモンです。これは密封になってるわけじゃなくてテープで止まってるんだね。出た、ブリブリ。ブリブリダイモンはね、ちゃんと肌も塗ってる。これね、目がカタチンバなんだよね、この人。人っていうか豚あと口元、なんでお尻を出してるんだろうか。剣もあってね、まあこんな感じで、あ、脱いだらこのシワシワってなるとこもシワシワってなってる。すごいぐでたま並みにいいお尻をしてますね。で、ここにペンが乗せられるのかな。まあこんな感じです。お、はい。じゃあ次ね、出たのがこのアクション仮面。アクション仮面は結構ぎしっとぎっちり入ってましたね。お、あ、分かれてる、なんか。上と下に下半身と上半身に分かれてるんだ。よっ。はい。じゃあつなげてみよう。どうなってんのこれ。これでいいんだよね。あ、できた。アクション仮面。アクションビームってやってるところ、肌は塗ってないけど、他塗ってるのこれ。なんか塗ってるところと塗ってないところがあるね。はい、しんちゃんの好きなアクション仮面です。これは、あ、これだけじゃ立たない。きっとなんかここに本を支えて見えるって書いてあるから、多分本をここに立てかければ立つんじゃないのかな。これ単体で立たない。やっぱここが重いからこうなっちゃう。じゃあこうしとくか。はい、次出たのがこの子。この子かわいいよね。トッペママペット、ちょっと言いづらい名前だけど、これね、顔塗ってるよね。このピンクの星がかわいい。緑の髪と緑の服。この足元も塗ってるんじゃないかな、足とかね。あ、すごい綺麗に塗られててかわいい。これはいろんなところに座れるってことで、まあ座らせることがこうやってね、できるみたい。で、後ろのこのゼンマイがね、すごいかわいいらしいよね。この話見てないのでわからないけど、かわいい。妖精っぽくてかわいいです。妖精さんなのかな？あ、これはなんとか、ちょっと斜めになっちゃうけど、座れる。そして4回目に出たのが、しんちゃんです。しんちゃんが出ちゃったから、さすがにね、4つ、まあ、被らず出てくれたから、
まあ、マサオくんはいっかって、ジュンちゃん出たしね、マサオくんだからいっかとか言って、諦めちゃったんだけど、多分ね、マサオくん、この肌色の部分がいっぱいあるから、塗ってないんじゃないかなって思ってね、すんごい顔してるよね。めっちゃ面白い顔してる。はい、しんちゃん、めっちゃかわいい。いいね、この横から見た感じ。ぺったんこ。すごいかわいい。この帽子をかぶって寝るっていうのがすごい可愛らしいよね。そしてこの顔なんとも言えない。そしてね、布団がね、いつもこれだよね、この牛柄っていうの、これ、あー、いいじゃん。おー、かわいい。これは何、いろんなところで寝れるっていう、何もやったりしないんだね。あ、このままでもいいし、足は、あ、足と手塗ってるっぽい。でも顔は塗ってないんだ。テカテカです。いやー、かわいいね。あ、いいじゃん。はい。あ、これだけでもかわいいし。というわけで今回はこの机の上のクレヨンしんちゃん2のガシャポンをちょっと簡単にね、紹介したんですけど、やっぱりこの中でお気に入りはやっぱしんちゃんね。しんちゃんがとっても可愛いので、これが一番おすすめ、お気に入りかな。あとね、このトッペママペット、トッペママペットって子もね、すごい可愛らしいし、これだけでもいいんじゃないかなっていう。このね、座らせなくてもちょっと斜めっちゃうけど座らせられるしね。ということで、これは、まあ、300円もするけど、まあ出来はいいので、まあおすすめしますね。クレヨンしんちゃん2だね。はい、なのでこれ気になる方はね、ぜひ回してみてください。それではまたね。